そうですね、やはりドラゴンボール、まあ、シリーズ自体のコンセプトがいかにドラゴンボールらしいバトルを自分の手でできるかっていうところですが、今回さらにですね、やっぱりキャラクターの表現だったりにもかなり手を入れたり、もしくはカメラワークでもアップに見せたりとかですね、かなりそういったところもやっていくので、かなりより、まあ、臨場感あるバトルが楽しめるようになっていると思います。まあ、今回は、まあ、リアルとアニメをとにかく、自然な形で調和させる、調和させて、今までにないような、重厚で存在感のある、まあ、グラフィックにできたと思ってます。リアルと、アニメの融合というところで、かなりそうですね、アニメっぽさもあるんだけども、ただいわゆる PS360 の、まあ、性能を生かしたような新しい表現にかなり挑戦していますので、アニメファンはもちろんかなりゲームファンにとっての新しい映像になっていると思っています。そこの、まあ強化されたビジュアルから伝わる、まあ、圧倒的な存在感なり立体感なりを、伝えていくのが、まあ、今回の一番の、売りになっていると思います。変身形態込みでですね、100キャラクター、今作は登場するんですけれども、特にですね、800っていう新キャラクターが登場しまして、こちらはですね、かなり今までの作品にも全然出てなかったキャラクターなので、かなり、まあ、新しいものだと思います。キャラクターごと、キャラクターの動きに合わせてバトル中カメラを切り替えることによって、一撃の重さを表現するようにしています。まあ、それによって、そうですね、メリハリ、静と動のメリハリがつくことによってよりスピーディーなバトルをユーザーが楽しめるようになっています。まずバトルに対して関して一つ大きな仕様の追加を今回したんですけども、レイジングソウルっていう仕様を追加しました。で、それが必殺技が使えなくなる制限を受ける代わりに、格闘攻撃能力が爆発的に強化される状態になります。それによってプレイヤーがバトルがクライマックスになっているっていうことを実感して、よりバトルを盛り上げるような工夫をしています。今回ですね、ストーリーモードはストーリーに沿うというよりは、いかに面白いバトル、キャラクター同士の組み合わせバトルを楽しむかっていうのがテーマになっているんですが、シリーズとしては、ドラゴンボールのですね、Z の、まあ、サイヤ人編からブー編まで、そして、映画のキャラクターなんかも、当然、登場します。今回ですね、シリーズ初の試みとして、30分のですね、アニメーションを新規で入れます。サイヤ人絶滅計画というストーリーになるんですけども、そちらですね、悟空たち、Z 戦士たちと、ハッチャック、そしてドクター・ライチという科学者がですね、対決するというようなストーリーになっています。ただそれだけではなくて、まあ、今回バトル中に、ドラゴンボールファンなら、ならではのムフフというような、ちょっと要素もふんだんに入れているので、表現だ、ビジュアル表現だったりキャラクター、そして新モードを含めて、前作レイジングブラスト1からですね、かなりパワーアップしてますので、前作を遊んでくれた方はもちろん、まあ、今回からですね、アトラクに入る方も非常に楽しめる作品となっていますので、ぜひ楽しみにしていてください。